今カンボジアのプノンペンに来ています。リバーサイドを、通ってですね、トゥクトゥクで、ナガワールドっていうですね、カジノ、有名なカジノの近くのですね、スパに行ってみたいと思います。早速ですね、エデンっていうですね、スパに到着しました。入浴料はですね、6ドル、9時から11時までやってますね。マッサージはですね、3コースぐらいあるんですけども、一番安いので、60分で10ドル、120分でも18ドルからですね、28ドルまでありますね。だいたい日本円で3000ちょっとぐらいですね。はい、上に上がっていくとですね、マッサージ部屋とですね、着替える部屋がありますので、そこでですね、着替えて、タオルなど、持ってですね、下のですね、スパに移動します。こちらがですね、ロッカールームになりますね。プノンペンでもですね、こんなぐらい綺麗な、スパってそんなにいっぱいはないと思うんですけども、ここは非常に綺麗ですね。はい、着替えたらですね、下の方にですね、スパがありますんで階段降りていきます。もう完全のかなり広めのスパになってまして、まあ、シャワー室があるので、そこでシャワー浴びてからですね、シャンプーとかも置いてありますので、体洗ってから入っていただけます。で、お湯が2種類と水が1種類ですね。まずカウンターがあって、ご飯食べることもできます。ウェルカムドリンクですね、ジュースをタダで提供してもらって、ここがですね、喫煙ルームになってますんで、タバコ吸うこともできます。で、ここでゆっくりしながらですね、目の前のですね、サウナ部屋が、2種類ぐらいあるので、スチームサウナとですね、そこでサウナも楽しむことができます。で、終わったらですね、2階に行ってですね、マッサージを受けることができます。まあ、足マッサージから、まあ、体のマッサージまであります。で、今回ですね、ちょっとマッサージがちょっと時間がですね、オーバーしちゃってて、初め受けられるって言ったんですけど、受けられなかったので、結局、サウナだけで終わっちゃったんですけど、結局ですね、6ドルで終了ってことで、2人で行ったので、12ドルで終了しました。ぜひですね、プノンペン行った際にはですね、行ってみてください。